浮きこぼれとは、学校用語である。一般的には、生まれながらにして高い知能を有していたり、通塾などによって高い学力を身につけたり、もともと学習意欲が高かったりする、極めて優秀な児童、生徒が、通常の学校の授業内容に、物足りなさや、疎外感を持ったり、実際に、他の生徒から疎外されたりすること。吹きこぼれとも言う。 学業不振の生徒を落ちこぼれというが、それの対義語として使われる。学習指導要領の内容の削減による教育内容の簡素化、早期教育を含む通塾による先取り学習、多様な生徒の能力に対応しない確一的な一斉授業などが主な原因とされる。授業がつまらなく感じるために学級崩壊や不登校の原因になることもある。 また、いじめの加害、被害の原因となる場合もある。学習塾の高度な内容に適合したために、浮きこぼれた生徒は、学校の授業よりも、塾の授業が楽しくなり、それが一層学校離れを進める。首都圏や近畿圏などの中学受験が盛んな地域では、受験を目指して、進学塾に通う生徒と、そうでない生徒の意識や、学力の差が、昔よりも大きくなっている。 アメリカ合衆国などでは、飛び級やマグネットスクールという、生徒の才能を伸ばすための学校などの早期教育、ギフテッド教育の諸制度があるため、浮きこぼれが大きな問題になることはあまりない。ありがとうございます。